자. 最後も全部このスタイル決まってから、そしたら俺はちょっと希望的には長さを残して頭を振って、おさらいをしてます。前回ウルフに切ってワンカールをつけてるので、その外ハネ系になってるんですよ。で、こうどうしても上が伸びてくると一緒に跳ねちゃう。これまでインソリがプラスなので、膨らみが出てくる。勝ったからこれをこう上に持ち上げればまたウルフに復活してくるんだけど、伸ばすっつっても素敵なものだと僕は知りたいっていう感じですよね。だから、この下の長さをまず10ってほどを目指して、最後の位置をこの位置をもうちょっと上げさせてもらって、この位置をこう上に持ち上げることでこうメリハリをまで立ってくるのをつけるんで、で今回はもう顔の中心のところから先にちょっとこうメリハリをつける。いつもで、毛先の色が問題なければ、違うよ。もちろん、私の色、こんなので一緒にできるんだけど、まあ、あんまり暗くなるのもあれなので、まあ、問題なくてもこのまま切るし、で、全体が仕上がったら、僕が置いてした見ながらの前髪を横に持っていくのが、ここは、違う。もしくはこう長いところを残しておいて、こういうこう降りてくるところだけをこう切っていきますっていうような感じもあるので、ちょっとその辺は仕上がりを見ながらちょっと調節していく感じでやらせていただいて、かしこまりました。そう3年生ちょっとなんか見てたのに僕高いですよね。プラスチケットで今ちょっと言いますね。これはまあ慣れてるいいんですけど、結構前だろ。マジで最近普通だ。普通とかで9段目どうですか。まあ今70円全部決めてる。なんかあんまりそういうの好きじゃない。買ってないですよ。アクセサリーまだ年末の7月5日にオープンするんですよ。今回そのグランドオープンで、1、2はちょっと入る研究なんですけど、それまでに店の営業時間中に売り場冷ケースの新しいのに変えたりしちゃうので、なんかその辺とかまだ終わってなくて、そういう店のレイアウトの特定がなくて、あのレイアウトっていうのはなんかこういろんなホストに乗っ取ってレイアウトが決まって、それともみんなで話し合って決めるんですか。みんなで話し合って決めるんですけど、その話がまとまってないんですよね。結局その業者と店舗開発と業者も絡んでくる、ね、店長とうちの商品置いてくれみたいな、いや、こういうレイアウトにしたいくね、そういう人がいるみたいな、レイアウトマスター、そういう人でもなんか店舗開発のうちの店舗開発商品を
本部の店舗開発部が、いや、それじゃなんとかなんとかなみたいなことになって、お姉ちゃんに言われて、なんか赤ちゃん、で、それがまだ決まって、で、店長のところにもやっぱ行き届いてなくて、でももういい加減に決めないと、この5月もう最初初っ端からなんか変わるんですよ。どこで社員増やせばいいのか、遅番にならなきゃいけない。なんか商品撤去とかやっぱあるんで、夜とか。で、その次の日の朝、船が中にいるような仕事だけど、バスの陳列するのは私たちだから。これも白かっけえな。横の中で。何の iPhone か分かるね。わかるっすかね。最初あれなんかあのほらなんか変な大臣がさ、上がらないような時はなんかするとか言ってたけど、いやもうほぼ上がるでしょ。あれマジで。ほぼ上がるのは感じる。社長さんとこでもイートインがあるわ、あるある、ある店もあるんですよね。そこはなんかわかんないですけどね。フェイクなんですか。でもグレーでしょ。もうじゃあ10番に行きます。じゃあ10番、お疲れ様でした。お疲れ様でした。天気を様にした。どっかげたけど何ですかね。サバゲーそれよりも就業の方が最高なんですね。就業の方が、お休みの人なんで、お休みの人なんで、ハンドガンガンさん、それだと思って言われるのかなか分かないけど、一体こうあの人にしたのかっていうのは、あれなんか申請書みたいなペイントあげましたとかっていうね、どういうシステムかってさ、スピード急に言わなきゃいけないとかって言われたら、うちの場合はそのおいしい仕込み仕込み休みが月に1回決められてる。お月でこんなに伸びるんだって。すごい。そう。これが USB なんだよね。すごく綺麗に分かった。本当に小月さんが言えば思ってくれない。いや、思ってる。毎日このプリンドームに走ったのが努力いきたい。本当に安い。てかインフルになったんですよ。そう。私やちょっと待って。4月の、これ結構遅めだよね。え、今更から頑張ろうか。会社で流行ったの。いや、そう、通勤だ。誰かにもらったんじゃない。通勤ですね。テレビ4月の8日か、4月の8日に、あー、喉痛いなと思って、あー、やべー、セリカーとかの方では、やべーなって、で、ここの側で好きだったんで、朝病院行ったら、ただもう、なんとかでしょみたいな風に言われて、その時に微熱だったんですけど、まあ、じゃあ寝てればいいやと思ったら、なんかもう夕方ぐらいから31度ぐらいだったんですよ。もう体が痛くてしまったんですよ。やり方とかでも体が痛くて、どこか痛いだけだったから、あとはね、扁桃腺かなと思ってて、扁桃なんでもなんか、から来てるね。インフルの検査したら、陰性だったんですよ。あ、本当に。でも、臨床
臨床診断でインフル診断されて、あ、もうインフルでしょう、もうインフルでしょうって言われて、もうインフルの薬出します。あ、でもそれでいい病院だね、うん、これらしくね、みんなの。あ、そうなんじゃん、らしくなる。そう、また入院してくださいっていう人もいるんですよね。そうそうそう、うちこっちの方もそうだって結構距離、それで6日間、6日間ってか6日間出勤停止で、タミグルで飲んだの。あ、すぐ元気になった。もう、普通に寝てたかった。こちらもう、だから寝ちゃう。掃除できた。空気中だった。なんか、頭痛くて。別なとこだ。重さと、重さと、段の位置を中心にしたカットをしていきます。まあ、こういう感じでカットしたいって人が結構多いんですね。その羽根系の動きを。でも、メリハリをつけたクラブですね。キュッとね、だからこの位置が全然上にかかりますので、まあ、この辺から頭がかかる。で、毛先の重なりがこれ下の方で、これ上のこう重なって、こう全部こう全部重なってるとボブなんですよ。ボブだといくら頭かけても、まあ、膨らみがこういう膨らみになってます。で、今回は上に上がってこれがこうずれてるから、ここの膨らみと下の膨らみがこうカールの中でもこう下が締まるカールになるので、すっきりした感じになるんですよね。とても春らしい期待を持っているとか。
で、手先は半乾きで、はい、半乾きで使って、大丈夫で使って、大事なのは半乾きの時につけちゃうっていうことですよ。大事なの、はい、大丈夫で朝は朝は、顔を洗って、ジャ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 出しながら、その状態でこうやってつけちゃって、で、ほっとく。夜は乾かさなくなります。大得意じゃない、それは。昨日は乾かした。明日、篠崎さんに行く。あのね、それはね、もう一言言っていい。それは、あれだよ、健康診断の前の日飲まないのと一緒だから。健康診断の前の日飲まなくても結果出ちゃってる。ありがとうございました。明日一回ちょっと乾かして高校生か。中身が来た。すごい、超いい感じ。ここちょっと遠いね。横ですからね、明日持ってくもありますか、ちゃんと。明日じゃなくて、明日じゃなくて、もういいじゃん。もうそしてパーマカラーをやっても時間が2時間。左右がこっちの方が少し高い。あ、そういうことか。そうなんです。長さもこっちも若干こうちょっと。ああ、っていうのは分け目がこっちやつから、でどうしてもこう分け目のこれがヘビーなので、こっちがライトなんですね、軽い方なんですけど、こっちの軽い方が下がって重くなりやすい。で下がって重くなれば重くなるほどバランスが悪くなるので、わざとカットの段階でこの降りてくるこの位置もこっちの方も少しちょっと高くしてるんですよ。ちょっとこの方が、でこの普通の美容師は普通に切っちゃって左右最小になっちゃって、こっちが重くなってしまうんですよ。だからバランス的にはちょっとこうなってる。特にもっと西の方向に行くと特にそうなんですよ。もっとロングになっちゃうと関係ないんだけど、このくらい長さまではやはりちょっとこうヘビーサイドがちょっと重めで、なんか下がった方がバランスが確実にいいと思います。中途で、ね